ありがとうございます。オフィスビットブレイク足立明穂です。コンフォートゾーンの作り方、友淵秀人さんの本です。これの読書感想声ということで、これはコンフォートゾーンっていうのはコンフォート、カンファタブル、要は自分のですね心地いいゾーンなんで、領域っていうことなんですね。自分の心理的にすごく快適な状況っていうコンフォートゾーンと言います。まあスポーツなんかでよくホームとアウェイという言い方がありますよね。でホームの場合はやっぱり自分のところなんですごくやりやすい。でアウェイだと敵陣なんで、やっぱり、普段の訓練の成果が出ない、トレーニングの成果が出ないみたいな言い方がありますが、あれと同じようにホームにいるのが要はコンフォートゾーンなんですね。自分の快適な場所で、これはですねこの本は特にここに TPIE プログラムって書かれてるんですけども、これはルータイスという世界的に有名なコーチングの人がいるんですけども、その人と友淵さんとで作り上げたプログラムで、どうやってですねそのコンフォートゾーン、要は自分の快適な場所というかですね、ゴールを設定して、そこに要は自分その考え方としては自分のその理想っていう状態があってですね、でそこをすごく強くイメージして、それが自分にとって気持ちいいっていうことになれば、そこから現実がこう外れてればですね、ここが気持ち悪いんですね。で気持ち悪いからこそここにこう向かおうとする、自分のコンフォートゾーンに向かおう、だからそのゴールを作ってそのゴールを自分のコンフォートゾーンとして作り上げれば、あとは自動的にそっちに向かっていくと、脳の自動制御装置というかですね、こういう気持ちいいところに向かおうとする潜在意識をこう働かしていくと、その好き勝手に自分のやりたいことっていうのは願いが叶いますよっていう話なんですね。でまあそれについて、図解って言って書いてますけど、この大体片っぽのページに文字書いてて、片っぽにこういう図みたいなのがこう書いてあるんですけど、こんな感じですねなってるんで、まあこれはパラパラっと早く読めるんですが、まあ早く読んだからっつってなんかできるわけじゃなくて、その実際やっていかないといけないんですけども、まずは現状の自分がどうのこうのというよりも、どうなりたいのということですね。あなたにとってどういうゴールを設定するか、でそのゴールになりたいではなくてもうなっているっていう自分をイメージして、でそこにこうね向かうということなんです。で脳はその自分にとって価値のあるものしか見えないっていう仕組みがあるので、これをRASラスっていう言い方をしたりするんですけども、価値のあるものしか見ようとしないんですよ、人間の脳って。だから自分のゴールをものすごく価値のあるものというふうに認識できればですね、そうするとそれを実現する方法とかそれに関連することしか情報が入ってこなくなるので、自動的にそっちに向かっていくでしょっていうことでもあるんですね。でまあ、それ以外にいろんなその常識だとかそういう価値観だとかそういうものによってこう自分のゴールがね歪められてたりとか、人が植え付けたその価値観の上にゴールがあったりすると、どこかで無理をしてるから全然うまくいかないとかっていうことが起きますよというようなことを書いてあって、まあやりたいことをやるというところが一番ベースなんですよっていうことなんですね。で、まあ、脳科学とか心理学とかそういうそのいろんなものをベースにこう作り上げられているそのコーチングの仕組みなんですけども、で、まあ、こういうその一つの方法論、これはですね珍しくって言ったらあかんんですけども、ちゃんと、TPIE のプログラムに基づいて、TPIE ってここに書いてあるタイスプリンシプルインエクセレンスっていうその、まあ、ルータイスの方法論なんですけれども、そういうものにベースに基づいて、どういうステップを踏んでいって自分のゴールを作って、そこに、どれだけこうですねゴールを自分にとって重要なものとして掴んでそこに行くかということが具体的にこれ書かれてるんで、非常にですね、そういう意味では
他の本と違ってですね、結構具体的に何をどうするべきかっていうのが書かれてて、でシンプルにこうまとめられているかなという気がします。なのでその実際どういうことをやっていくのかっていうことをつかむには、これはやっぱりTPI プログラムっていうふうに書かれているように、そのちゃんと順序立ててしっかりときっちりと書かれているっていうのが面白い本だなと思います。で、あとこれに CD がね1個ついてるんですけど、これはフォレストがですね出したその友光さんのその教材があって、 CD とか DVD もついてたのかな、目標達成プログラムっていうのがあるんですけど、それの一部をこう抜粋して乗っかってるので、まあそれはそれでいいんですけど、あんまりその CD には期待しない言っちゃった一部なんで全部じゃないんでね、まあ、使えるのは使えますけども、ただそれよりもやっぱこっちの内容がですね、しっかりと書かれてて、一体そのまああちこちでねこうちょっと専門的な用語、そのゲシュタルトだとか、まあ、さっきの RAS とかスコトーマー、コンフォートゾーンも当然そうですけども、ですね他にはプリンシプル、なんだっけな、ハビットとかアティチュードとかですね、ちょっと言葉がそういう言葉が出てきますけど、まあそれも解説されてるんで、多分わかると思います。でこれはその具体的にどうやってやるのかっていうその方法のところがですね、割とこう理屈とひっくるめてシンプルにこう書かれてるんで、TPI の概要を知るには、でかつその自分でちょっとこうやってみるっていうのには面白い本だと思います。最近読んだ友美さんの中では、これは方法論的にはすごく分かりやすい本になってるかなという気がします。ということで、コンフォートゾーンの作り方についての読書感想声でした。ありがとうございます。